はい、今回は R&B グループ、R&B のドラムパターンをご紹介します。結構このチャンネルで人気だった黒人アフリカ系のリズム、パターン、いろいろご紹介してるんですが、まあ、その中でもブラックミュージックの中で有名な R&B、リズム&ブルースですね。こちらのパターンをご紹介します。まあ、数あるブラックミュージックの中でも結構ノリのいいブルースほどゆったりしたバラードだったり、こう哀愁あるものではなく、もうちょっとこう軽やかなこうリズミカルなドラミングなので、ぜひ皆さんも試してやってみてください。まずこんなパターンですね。ポイントはですね、スネアのヒットのタイミングでハットを外すことです。まあ、大抵のリズムビートの場合、こう、1 and 2 and 1 2 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1っていう風に、こう、スネアとハッツが、こう、同時にタイミングで鳴らすんですが、これをあえてハットを外してスネアだけで、アタック感よりスネアのサウンドを強調する。ここがポイントの一つになります。次のポイントは、以前から紹介しているこうポリリズムを作る4つの手足で、アフリカ系のリズムっていうのはあらゆるリズムパターンのグルーヴからオーケストラから成り立っていて、それを自然に体で表現できる。つまり例えば今のだと1 2 3 4っていう普通の4カウントのパターンと、これをさらに細かく1 and 2 and 3 and 4 and 1っていう16のパターン、もしくは1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4という8のパターン、はたまたっていう、この16グルーヴを裏で感じるキックパターンなど、さまざまな視点からこのリズムをグルーヴを感じているので、例えばこれが BPM 1 2 3 4、こんな風にゆったりしたカウントでも、っていう感じで、途中途中でこうフロアの16が出てきたり、こうハットとスプラッシュを使ったと、ハットは16グルーヴでやりながらも、こう途中で30セカンドみたいな感じで、こうどんどん違うグルーヴをちょいちょいこう取り混ぜていく感じ、これがよくアフリカ系のドラマをブラックミュージックで見られるパターンなので、皆さんもぜひもしよかったら参考にしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。